はい、こんにちは、ライムです。今回は、今週の新しいイベントの解説、それからアバターボードの解説、それからマンスリースケジュールの解説動画で言った内容なんですけど、ちょっとね、ショップのリニューアルだったりとか、曜日クエストが終わるっていうね、話あったと思うんだけど、あの辺に関しての、詳細がわからなかったんですけど、今日、詳細がついに発表されたんで、その辺ちょっと一緒に見ていこうかなと思います。そして今回、先ほどですね、つい先ほど、ツイッターで、ツイートがあって、ストレリチアについに色がつきました。今まで、ラフイラストだったんですけど、そこについに着色されたストレリチアが公開されたので、お知らせにも出ましたね。はい。という感じで、もうすでにね、とっくに皆さん見ているとは思うんですけど、こんな感じの色になりましたね。色に関してはね、とっくにもゲーム内でも出てるんであれですけど、やっぱり色がつくことによって、なんかこう、キャラに命が吹き込まれたような感じがあるよね。すごくいいですね、これね。いや、こうして見るとやっぱストレリチア本当、すごいね。これをフェードアウトさせるっていうところがすごい。やっぱストレリチアに関してはね、今までその公式イラスト的なものが一つもなかったんで、その他のね、ユニオンリーダーに関しては、もう結構前から、その、アイコンになっていたりとか、そういったところで、イラスト化されていたけど、ストレリチアに関しては、あくまでゲーム内のね、3頭身ぐらいの、アバターでしかなかったんで、これは嬉しいですよね。全身が出ているわけではないですけど、今後も、せっかくこのユニオンクロスのオリジナルキャラクターということなので、今後もね、メダルとして出していってほしいし、他にもね、イラストとかも一緒に出してほしいなとは思う。で、何気にこれストレリチアってあれなんだよね。今まで、ユニクロに出てくるオリジナルキャラクターがメダル化されるってことは、予知者ぐらいで、他のユニオンリーダーに関しては1枚もまだ実装されてないんだよね。何気に。その中で、他のキャラを、差し置いて、ストレリチアがまさか先にっていう感じはあったんだけど、そう。ってところで、かなり、そういった意味でも、貴重なのかなというところです。で、これが10月の7日まで、このキャンペーンあるんで、まだストレリチア1枚もゲットでき状態じゃないと、3枚じゃないですと、っていう人はガチャやってもいいと思います。ストレリチアの性能解説についてはもう前にね、性能解説動画アップしてるんで、ここでは言いませんけど、はい。まだね、その3枚足してない方はガチャしてもいいと思います。はい。で、今週のイベントなんですけど、まず10月ハロウィンキャンペーンということで、毎週月曜日に3000ジュエルをプレゼントということになっています。こちら、忘れずにログインして受け取るようにしましょう。はい。だから合計1万2000ジュエルだね。これはね、やっぱ5周年後だから、5周年がね、毎週1万ジュエル配ってて、で、次の翌月になって急にっていうわけじゃないんだけど、もともとそういう仕様だったんだけど、配布ジュエルが急になくなってしまうと、ユーザー的に、もう今月もうないのかみたいな。やっぱ5周年引きずるからね、どうしても。5周年イベントあんだけなんかいろいろイベントあったのに、10月になった途端しょぼいなみたいな、を、少しでも緩和するための措置としては、これすごくいいと思う。いいと思うんですよね、これね。3000ジュエル、計1万2000ジュエル配布っていうのはかなりいいと思います、これは。ここはね、よく考えたなとは思いますけど。はい。で、さらに、皆さんも受け取ってると思うけど、ログインすると、ロクサスアート EX。これ情報修正されたやつですね。これがログインでもらえます。で、これが覚醒メダル30枚と一緒に配られているので、皆さん、お好きな覚醒をつけましょう。性能解説についてはまた別動画でアップしているんで、そちらをご覧ください。で、こちらも先ほどアップしましたけど、本日限定、月曜限定のマルチイベントが、今回から初実装ということで、こちら前の動画でちょっと遊んできたんで、気になる方はそちらをご覧ください。で、
ゲリライベント今日1日限定でやっております。こちらも忘れずにやりましょう。それからハートレス総統戦というものがあります。こちらハートレス退治すると翼の魔石がゲットできると。まあここは別に高難度でもない普通の簡単なクエストなんで特に攻略動画とは撮りませんけど、皆さんこちらも忘れずにやりましょう。それからタイタン討伐戦、これマンスリークエストに名前とか書いてなかったけど、やっぱやるんだね。討伐戦に関しては討伐戦召喚獣ということで、サブスロ専用メダル、それから魔石ゲット。なんか一時期なんか召喚獣の討伐戦もうラストみたいな、これで最後ですよみたいな感じであったと思うんだけど、何が最後だったのかは分かんないね。全然平然と召喚獣イベントやってるしね、謎だわ気まぐれすぎるわ。はい、でいつも通りレイドボスイベントですね。今週のイベントはそんな感じで、であと今回の今月の新アバターボードということでアヌビスボードが実装されております。こちらまあ男の方はそんな人気ないかもしれないけど、まあ女性かな、女性の方はなんだろう、このおかっぱみたいな髪型可愛いって思う人もいるかもしれないですしね。これは多分髪の色変えると多分変わるってことだね。これ右に映ってるやつが多分茶髪だね。多分髪の色の選択に応じて色が変わってくタイプでしょうから、まあ結構使いやすいんじゃないかな。で尻尾とかもついてるからね。はい、まあアバターのアレンジはしやすいと思います。はい、だからまあ単純にこれスキルとか関係なくアバター買いしてもいいと思いますね。はい、で実際のこのアヌビスアバターの中身見ていきますと、いやこれはでも強いね。アタック XL11100% これエネコロでもらえてた報酬だね。あとルクス2&アタック XL6100% それからガード XL300%、 まああとはいつも通りのやつなんですけど、まあこのスキルはまあ普通に強いですね。現行最高水準の攻撃スキルアタック XL11 にルクススキルに関してもアタックエクセル6が現行だと最大の火力が出るルクススキルになってるんで、これが一番いいです。でガードエクセル3100%に、ガードエクセル3はねここでガードエクセル4100%出てくるかなと思ったんだけど出なかったね。だから現状だと先々週の、報酬のガードエクセル4100%が今最高のガードスキルになってますけど出なかったね。ということは無課金勢はまだガードエクセル4100%一つも持ってないってことだね。だから PVP は圧倒的に収課金勢が有利ということになってますね。まあとはいえそのトップ100とか狙うのであればどちらにせよ無課金勢が入る余地はないと思うんだけどね。どちらにせよ多分今の現環境のトップ100なんかまあ収課金税だよね。ほぼ収課金以上の人しか多分入っていけないんじゃないかなって思う。僕は最近全然PVP とかデイリー分しかこなしてないんで100位とか全然入ろうとも思わないけどうん、まあそうだね、まあ仕方ないよね。ランキング戦はちょっとどうし仕方がないところあると思いますけど、なんでこのスキル自体は、買っても全然問題ないと思います。5周年イベントの時にスキルが足らないって方結構 いたような気がするんですけど、うん、毎週アバターボード1つとスキルボード1つずつぐらいは買えば間違いなくスキルが枯渇することはないので、僕攻略動画用のメダルとかもね結構作ってるんですけど、スキルが枯渇したってことはここ数年全くないので、うん、ちゃんと毎月ボード買ってれば何の問題もなくいけると思います。あとエネコロねちゃんとやろうねというところかな。はい、であともう一個なんか言う、あそうそう、これクエストやドロー等のリニューアル、これマンスリースケジュールの解説動画で言ったんですけど、10月は今までのユニクロと違っていろいろなことが変わっていきます。それをここのね、お知らせでなんか詳しく書いてくれてる。これ今までのユニクロだったらこんなこと絶対なかったんだけど、お知らせをわざわざそのなんか細分化してお知らせするみたいなことなかったんだけど、このお知らせ自体も変わってるってことなんだよね。ユニクロの運営が変わってきてくれてるってこと、まあ今更感はすごいけど、そう
ということで、ちょっとこれ見ていこう。まず、今週だね。今週の10月の8日、どのクエストでもスキルレベルが1回のバトルで最大まで上がるように回収します。これ木曜のデータ更新号より。で、日曜日、曜日クエストを日曜日で開催終了します。その代わり、進化素材等はモーグリショップにて、月曜から、来週の月曜から、ジュエルで販売開始します。これはね、これは良くないと思う。これはね、正直意味わかんない。なんで？これ意味わかんないよね。これさ、まあ、仮にそのなんだろう、進化素材をモーグリショップでジュエルで販売開始するっていうのはまあ、なんだろう、100歩譲って別にいいと思うんだけど、それで買う買わないは、その、ユーザーの自由だからさ、それはいいと思うんだけど、曜日クエストを終わらせる意味あるっていうところ、これ見てしまうと、なんか意味わかんないよね。だから今でもその曜日クエストに関しては、例えばその、なんだろう、進化素材というよりは今だったらマニークエストとか、あとアヒル経験値素材の曜日クエスト、あれなくなって結構困る人多いと思うんだよね、普通に。困る人多いっていうか、大体のユーザー困っちゃうと思うんだけど、それをわざわざ予備クエスト全部なくしちゃって、モーグリショップでジュエル販売開始ってのが、よくわかんないね。何がしたいのか、ほんとよくわかんないね。だからこのジュエルがどれぐらいのジュエルで、素材が買えるのかもわかんないけど、なんかさ、でもあれだよね、今までその その予備クエストさえやれば無料で手に入ってたものが、例えば昼10枚で10枚100ジュエルとかだったら普通に買いたくないよね。普通に買いたくないけど、なんだろうね、モーグリショップが思いのほかなんか売れてるっていうか使われてるなって思ったのかな。なんかこれ良くないと思うね。これモーグリショップで置くのはいいけど、曜日クエストは終わらせなくてもいいと思うわ。これ謎だね。まあ、他になんか新しくリニューアルする、でもリニューアルするっていう文言もないから、リニューアルとかっていうわけじゃないよね、多分ね。リニューアルだったら納得できるけど、わかんない。これは全然わかんない。運営さんは本当にわかんないね、やることが。で、あと、10月の31日、試練の間を開催終了します。これ試練の間の今、サードシーズンが今やってるんです。サードシーズンが終わるっていう意味なのか、それとも試練の間自体がもう永久にやらないよっていうことなのか、これどっちの意味で言ってんのかわかんないんですけど、そうそうそう、試練の間って定期的にね、終わってるから、1回目終わって2回目終わって、今3回目が終わろうとしてるんですけど、永久に終わるのか、サードシーズンが終わるのか、はっきりしてくれ。これも謎ですね。ちょっと言葉足んないよね。はい、で今度ガチャに関する内容で、10月中ポイントドローから排出されるメダルのラインナップを追加します。これ思ったより早かったね。ポイントドローから排出されるメダルのラインナップって5周年イベント9月の頭に1回ラインナップ更新されてんだよね。なんだけどもう早くも追加されます。これもしかしたら5周年メダルまで入んのかな。前回がマスターズエアノート付近だったからそんなことないか。9月以前か、8月末までのメダルが入ってくるってことかな。あのゼクシオン、イラストゼクシオンまで入ってくる感じになるのかな、多分そんな感じですかね。はい、でも思ったよりポイントドローの追加がなんか定期的に行われるような雰囲気で、これ良かったですね。早ければ来月にももう5周年メダルが入ってくるのかな、ポイントドローに。で10月の11日、デイリーお得ドローを開催終了します。そして初心者ドローも、初心者ドローはリニューアルか。これは、あれだね、初心者ドローはSB 返りが今、天井で出てくるやつだね。あれが、リニューアルされて、おそらく今の現環境に合わせた、まあ、ナミネだったり、あるいは、シオン、返り、新しい方のね、新しい方の返り、シオンになるのかな？わかんないけど。多分現環境で言えばまあ波音あたりになるのかな、多分。いきなり最新のシオンを置くってことも考えにくいので、まあまあまあ、これは妥当かなと思います。今の環境であれば SB 返りは圧倒的に波音だからね。はい、
で、こちら、プラチナチケットドローを10月の20日に開催終了します。プラチナチケットは使用できなくなりますのでご注意ください。進化素材メダルワンダニアン SP& ナイトメアモーグリショップにてジュエルで購入できるようになります。プラチナチケットとは一体ってやつだったね。だからこれ PVP 報酬が変わるっていう話ですね、これね。 PVP 報酬、今までプラチナチケットドローを配られたところが虹色の魔石になるのかなっていうような感じで、まあもうみんな使ってなかったからね、これに関してはね。プラチナチケットに関しても、まあワンダニアン SP とかその辺に関してもほぼ使い道なかったから、今始めた新規勢とかね、コメントとかたまに来るんだけど、そのワンダニアンとかあのこのフェアリーとかどこで使うんですかみたいな、どうやって使うんですか、マジックミラーってこれ何のメダルなんですかっていうコメントがあったりするんだけど、そう、今の新規勢そうなっちゃうんだよね。今だってもうあの SB プラプラメダル出てそのまま使えちゃうから、わざわざこんな進化させる必要なんて全くないんだもんね。だから本当思いつきでやってるんですよ、運営さんは。いつまにかもうプラチナチケットなんか全く使わなくなってるから、うん、まあ終わるのは妥当だね。はい。で、ボーナスジュエル特典、曜日クエスト開催終了につき曜日クエスト全開放がなくなります。ボーナスジュエル特典の素材メダルクエストを新たに追加します。さらにブルーフェアリーワンダニアンホウキマジックミラーのクエストがなくなります。モーグリショップにてジュエルで購入できるようになります。あー、なるほどね、なるほど。もうだから無課金と収課金のその差別化的なことを今までよりもあのより強めるみたいな感じになるのかな。だから無課金勢の方はもう曜日クエストもなくなっちゃうから、もうモーグリショップで買うしか選択肢がなくなるし、で収課金勢の方だったらまあ曜日クエストなくなるんだけど、代わりの素材メダルクエストっていうのが新たに追加されるから、それやってねってことだね。どちらにせよ、まあ、収課金税だったらリアルマネーか、無課金税だったらジュエルを払うしかなくなるという感じだね。これはちょっと優しくないかなと思うよ。まあ、その実際のモーグリショップのそのレートにもよるけどね。例えば10ジュエル。10ジュエルはないかもしれないと思うけど、10ジュエルで、例えば、そうだな、チップ10枚とか。ぐらいだったら妥当になるかわかんないけど、それぐらいだったらまだね、10ジュエルとかだったらまだあの買う気になるよね。全然買う気になるとは思うんだけど、これが例えばチップ10枚であの500ジュエルとかだったらふざけんなってなるよね。怖いですよ。だから皆さんにこれ言っときたいのが、少なくとももう曜日クエスト終了するのがもう分かっているんで、10月の12日になくなるんで、それまで今週中にでもその素材クエスト全部回って素材を可能な限り集めておこう。これは言っておく。後で後悔しないようにね。特にチップすげえ食うから、バカ食いするから。僕もこの間あのメダル一覧の一面にチップで集めたけど、まあ収課金税はあんま関係ないけど、無課金税の方をね集めておこうね、これね。忘れないようにね、これ絶対。収課金税はのほほんとしてていいけど、はい。あとミッション、常設のデイリーミッションが遊びやすくなるように回収します。それから常設の期間限定ミッションも遊びやすくなるように回収します。今より楽になるってことだね、多分ね。今レイドとか PVP とかやんないといけないところが、まあ、例えばクエスト5回で済んじゃうとか、そういう感じの内容なのかな、多分、おそらく。まあワンチャン斜め上のやつミッションも追加されるかもしれないけど、はい。で PVP 報酬、まあさっき言った通りだね。報酬からプラチナチケットがなくなって、魔石豪華集に虹色の魔石が追加されます。はい、ついに来たね、 PVP に虹色の魔石。だから、なんだろう、ハイスコアとかにも追加されそうだよね。ハイスコアで、麗しの魔石とか、あと来月のエネコロで両方の魔石とかね。そういった感じで、今後、どんどん新しいこの2種類の魔石が追加されていくんだと思います。はい。ということで、まあ、やっぱいろいろ変わることはあるんだけど、やっぱ一番腑に落ちないのは曜日クエストの終了かな。
これ無課金税は結構怒る方多いでしょうね。当たり前なんだけど、これだって単純に不便になるだけだからね。これは本当ユーザーにとって不利益ですよ。これ完全に完全なる不利益なっちゃうんで、まだ予備クエストのリニューアルしてなんか一つにするとかさ、一つにしてまた改めて開催しますとかなの分かるけど、終わらせてモーグレショップでしか販売しないっていうやり方はなかなかね、せめてマニーで買えるようにするとかしないと、まあ、でもよくよく考えたらあれだけど、マニーでその モグメダルを買うってのも謎すぎるから、それはそれであれだけどさ、まあこれは怒る人多いと思います。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になったら面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。